日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。スターバックスの商品から早くもバレンタインを意識したチョコレート商品がいろいろ出てますので、そちらを食べていただきます。左からチョコレートフルケーキ、チョコレートとアーモンドミルクのガトーショコラ、チョコチャンクスコーン、チョコレートデニッシュ、これなんかチョコレートは違いますね、照り焼きチキン一釜フィローネ、そしてチョコレートフルトリプルチョコレートフラペチーノのダブルチョコレートモカです。今回はチョコレートの種類が違うのでドリンク2種類とも頼みました。早くチョコレートを感じたいですね。チョコっとじゃない甘さが。それではチャンネル登録よろしくお願いします。で今回飲み物についてなんですけど、合間合間で適宜に飲んでいきたいと思います。だからこれまで最後に飲んできてタプンタプンになることが結構あったので、ではまず最初はちょっとチョコレートは置いといて、やっぱりご飯から系からいきたいということで、石釜フィローネか、おお、トマトもなんかいい味出してますですね。それではいただきます。次はチョコレートデニッシュ、焼いてもらったのでちょっとチョコレートどれか入ってますが、それもまたいいですね。では続きましてはチョコレートチャンクスコーン、中にダイスチョコって入ってます。これ前に食べたような気もするんですが、過去見返してみるとなかったんですよね。ではいただきます。ここからはケーキ、まずはガトーショコラ、上のミルクの色がやっぱりちょっと独特ですね。ピスタチオでも入ってるのかな、緑色も見えますし。それではいただきます。ラストはチョコレートフルケーキ、なんか下がムースのようにも見えますね。で上にはクランチとホイップが乗ってます。チョコの山みたいなイメージなのでしょうか。はい、それではいただきます。ごちそうさまでした。まず2種類のこのチョコレート商品ドリンクなのですが、フラペチーノの方はトリプルっていうこともあって、あ、チョコレートの甘みがかなり強かったですね。一方モカの方はモカ中身がコーヒーであるのか苦味が強い大人の味わいといった印象を受けました。なので甘いチョコレートがお好きなのであればフラペチーノを、苦めのチョコがお好きなのであればモカをおすすめします。自分はフラペチーノの方が今回は甘みが強くてより好みだったということで、代表として5点とさせていただきます。続きまして食べ物の方ですが、石釜フィローネは中に入っている野菜の食感もお肉の歯ごたえもあったのですが、最後の方に多分からしマヨネーズが何か入ってましたね。自分はちょっとからしが苦手なのでそれは残念だったかなと思いました。もちろんそれがお好きなあなたがお好きなのであればちょっと文句があるかもしれませんがご了承ください。この辺は好みなので。続きましてのデニッシュは表面がを焼いてもらったことでちょっととろーっとして、中の板チョコレートはしっかり歯ごたえがあってサクッとした生地とよく合っていて美味しかったです。続くスコーンはホロホロと中で崩れて、ところどころに入っているダイスチョコの食感もあってよかったんですが、これ飲み物と一緒じゃないとかなり口の中の水分を持っていかれてしまいますので、その点はお気をつけください。続いてはあ、2種類のケーキですね。あ、アーモンドミルクのガトーショコラの方は下の生地がしっとりでも歯ごたえがしっかりあって本当にチョコレートが濃厚でした。クリームの方はさっぱりしていてチョコを邪魔することなく引き出していて美味しかったです。そして最後に食べたチョコレートフルケーキは下に厚めの生地、ムース、クリーム、クランチといろいろが乗っていて本当にいろんな食感、味のチョコレートを感じることができました。だから全部甘さが違うんですよね。下に行くほど甘くなっていくというか、なのでチョコレート好きの方にはあなたにはぜひ食べていただきたいチョコレートだと思いましたね。今回食べた中ではやはり最後に食べたチョコレートフルケーキがいろんな食感が味わえて一番楽しい気持ちになれたということで、代表として6点とさせていただきます。
スタバのバレンタイン早くも堪能させていただきました。この他の商品メーカーさんのバレンタイン商品も楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。